油断するな。大丈夫、任せて。行くよ。どけ。当てる。お疲れ様でした。っつ
後の話し相手クラウドか。うん、悪くないぞ。最後と決まったわけじゃない。うん、いいんだ。私の爆弾大勢殺したからね。償わなくちゃ。また助けられちゃった。何度でも助けるぞ。しみる。ねえ、本当はね、みんなでまたママの料理食べられるってどっかで信じてたんだよね。あんたのピザも。そうだね。でも私、ほら、ティファが泣いてる。そろそろ行ってくれない？見られてると恥ずかしく。よく持ちこたえた。足りねえよ。俺は今主役だからだ。はあ、いつまでもここにはいられねえ。準備はいいか。やるしかねえか。ルダー。
お仕事だぞってよっあんたら、喧嘩売る相手を間違えたぞっと。緊急コードの入力を確認、起動ボタンを押してください。緊急コードの入力を確認、起動ボタンを押してください。はい、おしまい。じゃあ、するなよっと。緊急コードの入力を確認、起動ボタンを押してください。やれよ。あった。タクス舐めんなよ。あった。早く気をつけろ。俺にかかれば楽勝よ。言ってろ。いつでも来い。こっちだな。よっ。お前ルードもやったんだって。仕事だ。あり。まとめて返すぞ。邪魔だ。くっ。しぶといぞった。爆撃準備開始する。ったく、どいつもこいつも好き勝手やりやがって。まあ俺もか。ヘリに注意しろ。効果完了。弾を補充する。覚悟はいい。受け。ボサッとしてんなよ。まずいな。動けるうちは。レノ、離れてろ。
しょ。落とされてやんな。どうせ降りるつもりだった。始末書はお前な。さあ楽しもうぜ相棒。見せてやるぞっと。諦めない。あっに喧嘩して限界を超える済むと思うなよ。自信たっぷりかよ。どけどけ。その声だ。えっ、いっちゃダメだ。出ろっしゃ。殲滅する。まずい。やばい。ここからだ。どけどけ。しまった。この行くぞ。暴れろ。緊急コードの入力を確認。起動ボタンを押してください。解除方法は。言うかよ。行かせるか。どけ。なんて無理やかよ。リバなんと。プレート解放システム起動完了。プレート解放システム起動完了。最終シークエンスに移行します。第1区画の分離を開始。速やかに退避してください。プレート解放システム起動完了。何しやった。
うしよう。システムの解除はもはや不可能だ。お願い止めて。ティファ、マリンは大丈夫だから。エアリス、マリン、マリンだぞ。あんたマリンを。そこはどこだ。私は、あ、はい。君たちの活動が巡り巡って我々に古代史をもたらしたというわけだ。その点に関しては礼を言おう。だが申し訳ないが、居場所は古代史。逃げて、早く逃げて。アバランチに逃げ場などあるかな。エアリス、最終計画、最終計画、このエリアは間もなく崩壊します。ここにいたらぺしゃんこだ。とにかく脱出方法を探す。おい、こっちだ。このワイヤーで脱出だ。行こう。急げ急げ。バレット、この先から聞こえる。おい、返事してくれ。行くぞ。せーの。Shit!
私たちのせいだね。違うぜティファ。何もかも神羅の奴らがやったことじゃねえか。そうだろう。うん。この怒りは絶対忘れねえ。いいな。バレット、マリンは無事だ。エアリスが言ってた。エアリス、あの捕まってた女か。うん、言ってた。うん、どういうことだ。エアリスに頼んだの、マリンを助けてって。信じるぞ。いいか。おい、どこ行くんだよ。こんなことってマジで落ちやがった。救助はまだなの。建設中にも一度あったよ。これって事故じゃないでしょ。おい、どこに向かってるんだ。エアリスの家だ。5番街スラムにある。マリンはそこなんだな。他に当てはない。いるって言えよ。希望を持たせろよ。いなくてもお前を責めたりしねえ。いや、そりゃちっとは文句言うだろうけどよ。ティファ、古代種って知ってるか。聞いたことはあるけど。生命学の本を読めば出てくるぜ。大昔星を開拓したって一族だ。星と語るとかそういうんだろう。それがタークスに狙われていた理由か。我こそ古代種の血を引き締め者。この星の正当なる後継者。また守れなかったな。喪失がお前を強くする。それでいいのか。どうしたの？なんでもない。急ごう。
穴が開いちゃった。おい、ブレードがないぞ。待て、事件だって。やり過ごそう。あいつら何してやがる。仕事だろうな。マリンのことだけ考えろ。今はな。おりゃ、俺たちの出番だな。あなたとここに来てなかったら、今頃プレートの下だった。今も大勢の人が埋まってるんだ。7番街が潰れちまったって本当なのか？ジェシーは市中にいたんだよな。うん、ビックスもね。娘が2人とも怪我で動けなかった。でもウェッジは下にいたよ。そうか。よしよし、怖がらなくていいから。あいつら探しに行かないと。え？俺が探してやらねえと。うん。クラウド、後で付き合え。ああ。すごい地響きだったな。これって事故じゃない？もう5番街だよな。早くマリンに会わせろよ。ああ、スラムの外れだ。もう少し。もっと早足、全速力。あんたに会わせてる。しかし気になったスラムはどうなるの？もう安心できる場所なんて。ちょうど7番街の抵抗が通らせた模様です。現在隣接するエリアは あの家だ。マリン！マリン！マリンは？マリンはどこにいる？バレット。すまねえ。俺はバレット。マリンの父親だ。マリンはおかっぱ頭で、天使みたい可愛らしい顔をしてる。服はピンク。今日はピンク。2階で眠ってるよ。眠ってるからね。私たちも行こう。顔見て安心したいな。騒いで起こすんじゃないよ。マリン、よかった、無事で。エアリスは神羅に行ったよ。すまない。エアリスにマリンのことを頼んだのは私です。知り合ったばかりなのにとてもよくしてくれて、だから甘えてしまいました。あんたらのせいじゃない。遅かれ早かれこうなる運命だったのさ。古代種だからだな。あの子から聞いたのかい？よほど信頼されてたんだね。
そう、エアリスは古代種、古代種の生き残りらしい。私は違うよ。あの子は実の娘じゃないんだ。15年前のことだ。夫は最前線に配属された兵士だった。休暇で帰るという手紙を受け取って、約束の日駅まで迎えに行ったんだ。でもあの人は帰ってこなかった。何か良くないことがあったのだろうか。いや、休暇が取り消しになっただけかもしれない。祈るように毎日迎えに行ったよ。そこであの子と会ったのさ。ウォールマーケットから逃げてきたのか、それともプレートにいられなくなったのか、たまに見かける光景だった。エアリスを安全なところへ、そう言い残して彼女は死んだ。夫は帰らず、私も寂しかった。だからエアリスを連れて帰ることにしたんだ。私たちはすぐに仲良くなれたよ。よくしゃべる子でね。いろいろ話してくれたよ。どこかの施設から母親と逃げ出したこと。お母さんは星に帰っただけだから寂しくなんかないってこと。星に帰った、生命学の考え方だ。私には意味がわからなかった。夜空の星かって聞いたら、違う、この星だって言われて。まあ不思議な子だったね。お母さん、泣かないでね。エアリスが突然言い出した。何かあったのかって聞いたら、お母さんの大切な人が死んじゃったよ。心だけお母さんに会いに来たけど、でもやっぱり星に帰ってしまったの。私は信じなかった。でもそれから何日かして、夫の戦死を知らせる手紙が届いた。とまあこんな具合でね、いろいろあったけど幸せだった。ところがある日、うん、はーい。いや絶対いや。エアリス。君は大切な子供なんだ。古代種の血を引き継いでいる。私はもちろん聞いたよ。古代種って何だってね。古代種は史上の幸福が約束された土地へ我々を導いてくれるのです。あ、言い伝え、何かの比喩、いろいろな見解があります。しかし我々は文字通りの真実としてそれを信じています。シンラカンパニーは
ぜひともエアリスの協力を。違うもん、古代史なんかじゃないもん。でもエアリス、時々誰もいないのに声が聞こえることがあるだろ。そんなことない、うん、思い当たることがいろいろあってね。ああ、この男が言っている話は本当なんだろうと思ったよ。居場所を知っているのに誘拐もせずに待つなんて、タークスらしくないな。エアリスの自発的な協力が必要なんだとさ。だから神羅に連れて行かれたと言ってもお客として扱ってもらえるはずだ。用が済んだらすぐに返してくれるだろう。どうかな。何をしよってんだい。ことを荒立てないでおくれ。エアリスまで失うことになったら私はもう。頼むよクラウド。お母さんの言う通り、用が済めば帰ってくるかもしれない。だからもう少しだけ待ってみない？七番街スラムに戻らねえか。やることいろいろあんだろう。セブンスヘブンも確認しておきて。うん、わかった。